はい、渡辺理香です一般の、ね、読者にとって私の何が価値なのかどんなことを書けば読者に響く本が出せるのかわからないんですけど、まあ、どうすればいいですかとかそういうところが知りたいのでちょっと相談させてくださいっていうような方々がまあ時々いらっしゃるんですね。で、えっと、こういう場合にすごく重要なのっていうのはもう結論から申し上げてあのマーケティング マーケティング視点っていうのが欠けてるんですよね完璧にでこのマーケティング視点が欠けてるっていうところにおいて、えー、欠けているある一定の、ね、職種っていうかあのお仕事の、ね、パターンというか、うん、一定の、ね、こういうことを、ね、おっしゃられる方にこう共通の、ね、お仕事の状態っていうのが見て取れるんですよ。それどういうことかっていうとお商売しない方ですね。 お障害していないな方たちうん。で、えっ、ー、と最近多かったのが、お医者様とか、お医者さんとかね、で、特に、えー、なんか勤務医さん,、うん、勤務医さん、管理お医さんよりも勤務医さん、あとはあの大学の先生、そしてえっ、ー、と高校の先生なんかもそうだったかな、高校の先生とか、 要はねあの、ビジネスを、ビジネス目線がなくても、仕事になっている先生ですね。なっている先生っていうか、仕事になっている方々ですね。それで大体共通して多いのが、上級資格、上級資格を持っている。上級じゃなくて、えー、上級資格ですね。まあ、国,家国家資格。 国家資格保持者とかねうん。で、かつ高級取り。高級取りの方々です。まあ、どういうことかというと、知識人と言われている、一般的に知識人系と呼ばれている方々ですね。はい。で、えー、とこういった方々が結構ね、こういうことをちょっと時々おっしゃられに。 来られれたりすするんですけれども、まあ、あの繰り返し申し上げますけど結論から申し上げてこのマーケティング視点っていうのはもう圧倒的に欠けているわけですよね。ということは、まあ、お商売やっていないのでお客さんの,あの反応っていうのが結局のところ分からないしあとお客さんとコミュニケーションをしていないから自分があのどういうふうにこう周りの人に評価されているのかとかあのどういう発言とかどんな あの自分が、ね、言った意見とかがどういう反応を持って帰ってきてるのかっていうふうにどうやって受け止められているのかとかどういうところが役に立っているのかっていうのは分かってない場合が多いんですよ。でそういう活動を日頃からやっていないっていうことっていうのが多いんですよね。 向いいてななよよううとところがあると思うんですよね多くの人たちに対して例えば学校の先生とかだったら生徒だしお医者さんとかでって特に勤務医さんとかになっていると開業医さんとかはね非常にまた何て言うと独立企業系の あた考え方を持ってらっしゃる方っていうのがやっぱり開業医さんになってやっていけてると思うのでまたちょっと違うんですけど特になんかどっかに勤務されているっていうお医者さんの場合って完全にサラリーマン気質になっているような気がするので患者さんはあくまでもあの治してあげる人っていうイメージがすごい強いんじゃないのかなっていうようなね気がしているんですよね。 でまあ、勤務医さんであっても、ですねそれであっても、あのー、非常にこういうね、まあ、マーケティング視点っていうか、えっと、敏感な方っていうのは、あの患者さんからのいろんな意見だったりとか、反応だったりとか、あの先生、こういうところが先生、素晴らしいと思うんですっていうようなね反応なんかを受けている中で、えー、あ自分ってこういうところにこう患者さんにとっての存在意義があるんだなっていうところにこう、 見つけそういうところを見つける見つけやすくなってきて、えー、本出せていったりとかするわけなんですけど、まあ、そうじゃない方々もやっぱり一定数いらっしゃってるわけで、まあ、そういうね周りの何、えー、ですかね自分に向けられる反応へのなんて反応に、まあ、敏感になってないって。 っていうところがね、すごく挙げられるんじゃないかなっていうふうに思います。ま,あ、まさに、なんていうんですかね、えっと、本の場合、特にビジネスや実用書なんかっていうのは、あのかなり文学のね、小説なんかも、正直言ってバリバリあれもお商売なんですけど、えー、ビジネスや実用書の場合っていうのは、特により、なんていうんですかね、ハウツー本でありますので、 ハウツー本であるからこそ、やっぱりどんなハウツーが欲しいのかなっていうのをあの徹底的にね、やっぱり探っていくっていうのが、やっぱ本来著者の仕事なんですよね。どんなハウツーがあの欲しいのかを探るのがやっぱ著者の仕事でありますから、これ、やっぱりね、怠っているという段階に入って、 ているわけなんですよねこういうご質問が出てくるっていうことだということはやっぱりどういうことかっていうとマーケティング視点がかなり欠けてるっていうことなんですよね。でじゃあ,あのそういうのを探っていくために自分が客観的にどんなふうに自分の伝えてることとか意見とか話してることとかっていうのがあのどんな価値を、えー、与えているのかっていうのをやっぱ知るためにはですねそれをかなり具体的に知るためにはやはり日々 こういう方々でもねあの、日々周りの自分に向けられる反応とか、なんか言ととか意見にやっぱり敏感になっていく、敏感になって聞いていくとかね、<coughs> ということでもあっいいし、あともっとやっぱりね、よりあ、えー、明確にね、教えてもらえるような形になるためには、やっぱりセミナーであったり、 お茶会したりお茶会っていうのはね、これビジネスやってる人っていうのは分かると思うんですけど、和、まあ、やかにお茶しながらいろんな意見、お話ししたりするっていうところですよね、こういうところから、あのなんていうかね、消費者っていうか、購買者の潜在ニーズ探っていくっていうような、まあ、そういうマーケティングコードなんですけど、まあ、ワークショップ開いたりとかね。 とかしてやっぱり将来の読者、まあいわゆる見込み客ですね、見込み客とあの多くお会いして、えー、意見が、意見や反応がね、聞けるイベントをやっぱり開催するこういうのをやっぱり開催したりすることっていうのがすごい重要になってくると思うんですよね。はい で実際にやっぱ本を出したら、こういうことをやっていかないといけなかったりしますからね、著者さんは。やっぱ出版記念のセミナーを開催したりとか、出版記念のイベントを開催したりとか、それこそ出版記念と合わせてやっぱワークショップを開いたりして,体験させて、体験してもらいながらね、えっと、本なんかも販売していったりとかっていうような、まあ、そういうことって結局、著者ってやっていかないといけませんので、ま,あ、まずはやっぱこういうことをやっ,ぱやっていくっていうことが。 まず普通ですよねあとはもう本当に手っ取り早い方法としてブログややっぱり SNS を発信し、やっぱり更新して、えー、反応を見るっていうことですよね。大、う、体、ん、ブログとか SNS っていうのを発信しているとコメントがついたりとか、あのー、そううなんかいいねがついたりとか、あといいねがついたりとか。 なんか響いてないなって思っているものにはあんまいいねがつ,ついてなかったりとかあとはそうですねあの何だかやっぱり反応が出てくるわけですよこういうふうに発信していると発信しているとあの反応が出てくると思うのでそういう反応をちゃんと見るっていうことですねそういうことを見ることによって自分にどんな評価であったりとかどんな価値を、えー、どういう人たちが 求めているのかそ,それの延長線上にどんなコンテンツっていうのをあの出してあげると、えー、世の中の、ね、人たちがすごく嬉しそうにハウツーを取り入れてくれて、えー、より良い方向に改善してもらえるのかなとかっていうようなね、まあ、そういうことが自分で実感できるわけですよね。 でこの実感できていくっていうところから、結局のところ、何が勝ちなのかっていうものを、えー、見いだせるわけなんですよ。どんなことを書いたら読者に響くのかっていうところなんかも見いだせるわけですよね。ということで、えー、もうこのね、質問に対しては、もう完璧に答え1つしかないんです。マーケティング視点を、マーケティング活動をやっぱりやらないといけないってことですね。ご自身で。 でえー、これねビジネスをやっている人って当たり前じゃないですかあマーケティング活動こういうことってえ普通ですよねとお客さんの,あのお客さんが何を求めているのかっていうのを探っていくことって,、えー、なんてお商売して,いるしていく上では当たり前だよねっていうふうに思われるかもしれませんけれどもやっぱりねこういうねお商売してない 方たちお商売的なお仕事を日頃していない人たちっていうのは完璧にこのマーケティング視点っていうのは完璧に欠けていますのでその意味も含めてマーケティング活動っていうものをやっていかないといけないですねそこから始めないといけないですでその方法としてはこういうことをやっぱりやっていくっていうこともあるしあとはこういうところがね、まあ、最近ではどうしてもコロナ禍もありますのでオンラインでやるって こともできるんですけれども、ただオンラインでやるにしてもね、それに関してもちょっと難しい面がいろいろあったりすると思うので、であれば手軽な方法としては、もうこれしかないわけですね。まあ、私のようにこうやって YouTube で発信したりしていて、要は発信するっていうことですね。自分から発信しないと反応は得られません。で、往々にして発信が足りてないっていうところもあるんですね。発信の量が、まあ、少ない。 薄い薄いっていうこともすごくあるんですよ。大体においてえー、こういうことをですね。大変申し訳ないんですけど、おっしゃれる方ほどあの全然発信してないんですよね。 フェイスブックもやってないとか、イッター t なんもあんまやってないとか、ブログもなんか書いてないとか、YouTube もやってないとか、あのなんかね、フェイスブックもやってますとかって言っては、やっててもなんかお友達が1000人ぐらいしかいないとかね、それって全然広範囲に影響を及ぼしていくことなんてできないわけですよね。 だからたくさんの人本の場合っていうのはもうたくさんの人に影響力を及ぼしていくっていう、まあ、特に商業本なんですけどね商業本の場合はあの大,大きく影響を及ぼすっていうことがこれがやっぱり著者の。 あの活動なんですよ、うん、活動でもありますのでこの大きく栄養影響を及ぼしていく器に著者さん自身がやっぱなっていかないといけないわけですよね。それをやっていかないとこういう活動をやっていかないとただ出しましたっていうだけではですね今の時代やっぱ本はあの人の手に取ってもらえない状況がやっぱ続いていき いますしあの実際そういう段階にもう時代として入ってきておりますので、えー、その意味ではやっぱ著者さんっていうのはただ本を出したからって言って有名になるっていうそういう簡単な構図ではなくてですねやっぱり著者自身もしっかりね発信を日々日々やっていくことで ええー、と影響力っていうかね知名度も高くなっていくよっていうような性質もありますのでまさにこの発信の量が少ない人ほどこういうことを言いがちで、えー、実際に自分が本当に出したいなと思,思っている本本質的に自分がこういうふうなあの本を出してこんな著書の活動をしたいなって思っているような弓矢 目標の実現からかなり遠ざかっている場合が多いので、えー、この辺のところをですね、ぜひともちょっとまあ覚えておいていただくというかね、気をつけておいてほしいかなっていうふうに思います。はい。ということで、えー、本の場合も、完全にね、本もね、やっぱりね、商売なんですよ。 本の世界も商売なんですよね。お金がついて、価格がついて売っている商品になりますので、その商品開発をあなたもやっていかないといけないよっていうことを考えると、ですね、こういうことを言っている方にお伝えしたいこととしては、マーケティング視点とマーケティングの活動をちゃんとやってくださいねっていうところですね。はい そこからとなりますので、ぜひとも覚えておいていただけるとありがたいかなというふうに思います。それでは本日は以上でございます。ありがとうございました。